これは複数の関係者が明らかにしたもので、小泉大臣は今日昼頃にも二階派に退会届を提出するということです。二階派をめぐっては東京地検特捜部が政治資金規正法違反の疑いで派閥事務所を家宅捜索しています。こうした事態に小泉大臣に対しても党内からは検察の捜査を指揮する法務大臣が捜査対象の派閥に所属するのは不適切だなどといった声が上がっていました。ある政府関係者は捜査を進める上で誤解を生まないようにとの判断だろうと話しています。また同じ二階派に所属する中野法務政務官も派閥を離脱する意向を周囲に示しているということです。